はい、どうも漫画家の真島ひろです。今回はですね、珍しくというかもう初めてなんですけど、有名な YouTuber さんとのコラボになっております。その方たちはですね、こちらでございます。夏目さんちさんです。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。妻のさやです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、お邪魔します。お邪魔します。今回コラボがこうポコポコと決まっていて、夏目さんち側のチャンネルでも僕のコラボしたやつがありますので、そちらの方もぜひご覧いただきたいんですけども、今回僕のチャンネル用にですね、なんと夏目さんちがですね、企画を考えてくれまして、いやー恐縮です。もう僭越ながらちょっと完全にただのファンなので、夏目さんちっていうよりは真島先生がこれをやってるところを見たいんですよ。そういうことなんですね。いやでも本当に嬉しいです。僕ね、全然こういうの思いつかないんで、こういうのでやりませんかって言われて、面白そうですねって言ってね、コラボ決まって、冗談で言ったっていうか、まあ本当ね、軽い感じで言ったら本当決まっちゃって、でも真島先生がぜひいつかコラボしてくださいみたいな、そうそうそう、すごいあの軽いノリで言っていただいて、はい、まんまと真に受けてぜひぜひみたいな感じいやだってさ、逆に僕のチャンネル数と考えるとありえないと思ったんですよ。いやー、何の取り柄ですよ。いや一瞬で間に受けました。いや嬉しいですよ。僕はだって逆にだって、じゃあ乗っかりますって感じなんで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあね、あの今日やるゲームなんですけど、はい、せっかくだからゲンさんに紹介してもらおうかなと思うんで。わかりました、お願いします。ということで本日真島先生とやらせていただく企画はこちら、二つ名からキャラクター妄想対決。なんか漫画ってやっぱり、うん、特に少年漫画ってかっこいい二つ名ってあるじゃないですか。あ、ね、まあ、特にそれこそ真島先生のね、あるね、作品の中にもかっこいい、こう、まあ、かっこいいかどうかわからんけどあるね。いやいやいや、かっこいいですよ。あ、でもまあ夏だったらサラマンダーとか、まあ、そうそうそう、カリューとか、サラマンダー、ドラゴンスレイヤーとか、なんかあったあった、いろいろかっこいいワードがスターニアとかあるわけですよ、うんうん、そのワードから逆にキャラデザをして見たら、はい、そんなことできる？これはぜひ見てみたいなということで、ね、ぜひそれができればなと。でもね、漫画とかで、はい、あの先行してキャラクターのその名前とか、はい、そういう情報だけがこう発表されていて、後からキャラデザインする場合はこのパターンですからね。あ、例えばほら、なるほど、オラシオン星数って6人いるみたいな、はい、敵幹部の何人衆とかでまだデザインが決まってない何人かがいたとしたら、このパターンで作るんで。あ、じゃあ結構これはもしかして漫画、余裕でしょ。余裕でしょ。いやもうじゃあ目の前でその、ね、その過程が見れると、でもね、夏目さんちのねキャラクターってオリジナルキャラクターもねたくさん見れると思うんで、そちらも楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。頑張ります、はい、頑張りましょう。ちょっと声がブルブルですけど、ブルブルねということで、これね、どうやってやっていくかっていうのをちょっとね説明させていただきますと、はい、ここにですね、あのお手製の非常に手作り感満載のカードがあるんですよ、うん、これがですね、あの名刺になる部分、まあ、例えば片っぽはドラゴンスレイヤーのまでが書いてあって、片っぽはおばあちゃんとかそう、職業とかね、はい、うんうん、それがこうランダムに組み合わさって謎のキャラクターが生まれるのではないかと。なるほどね。考えもしないようなのが出てきたら面白いんじゃないかなと。申し訳ありませんが、たっぷり入れてしまいました。楽しみ。簡単なすぎるのは嫌だね、逆にね。確かに、ね、逆にこのもう完全に 100% センスを問われてしまうと一番緊張するやつになってしまうかもしれないですけど、うん、どんなものでもやっぱりちょっと真島先生の書くキャラクターを見てみたいですね。あ、本当ですか。やりましょうか。よろしくお願いします。お願いします。でそれではまずは1回戦目から、1回戦目どっちから引きますかね。まずは名刺からのが分かりやすいんですかね、職業。あ、じゃあ名刺から一体何の何になってしまうのかというところから、はいはいはい、じゃあぜひ真島先生行きましょう、はい、行きますよ。ズズン早速少年誌の敵が来ましたね。少年誌の敵お母さんって邪魔ですか。邪魔ですね。少年の冒険に必要ない存在ですよね。少年ですね。今僕書いてる作品で、はい、結構お母さんってテーマなんだけど、はい、一般的には少年誌じゃ邪魔な存在ですよね。はい、続いて、うん、はい、さやさん、ドンと。わ、なんかかっこいい。かっこいいの来ちゃった。かっこいい。獅子が出た。え、ちょっと待って、これは僕は何が来るんだ。せーの、はい、お父さんお父さんここでお父さんの切ってあるちょっと不安になりました。もう一回切りますか。ちょっとここから家庭的なとこ出ちゃったらもうただのお母さん。確かに。そう、ここからですよ、うん、どんなワードが出るのか。なんかすげえの欲しいな。鮮血のとめちゃくちゃかっこいい。じゃじゃん。いいねこれ。灼熱灼熱のお母さん。めちゃくちゃ怖そうですけどね。これいいね。
早速なんかこのゲームの面白そうなとこ出てきました。出た。じゃあさやさん騎士。で、え、待って普通なんで。かっこいいな。人代の騎士だね。人代の騎士。なんかもういそうそういうの。いそう。でもなんか絶対横文字ついてそう横文字。わかる。横になんかルビー振ってあるやつよね。そうそうそう、これね。じゃあいきます。さお。奇跡の音。なんかそういう映画ありそうだね。ヒューマンドラマ系の映画のタイトルみたいな。ヒューマンドラマになっちゃう。じゃあ、小島先生、灼熱のお母さん。人来の騎士。奇跡のお父さんで。じゃあ、制限時間は今回の15分ぐらいで。了解です。はい。それでは、用意。スタート。スタート。でも、今までの作品でもあんまりお母さんキャラ書いてこなかったですね。そうですよ。で、春もお姉さんだし、夏もいないし。やっぱ邪魔なんですよ、少年の旅立ち。でも先ほどあの冒頭でちょろっとおっしゃってたんですけど、はい、例えばオラシオン星数って決まってるじゃないですか、はいはいはい、決まってないってことがあるんですね、あの残りの何人が。あ、そうです。そういうのは よくありますよ。作家さんによると思うんですけど、もうそれこそね、その灼熱のなんとかとか、そういう貼ってるだけで名前だけ先行で出しちゃって、うん、あで後からデザイン決めるってこともありますね。いや、オラシオン星数っていう名前結構真島先生作品には定番の。そうですね、ちょくちょく出てきますね。相当気に入ってるんだろうね。毎回この名前でどういうパターンで出てくるんだろうみたいな、ワクワクしちゃって、今作ではエーテリオはどうなるんだとか、はいはい、いや、もう気に入ってるんだろうね。一回気に入ったら使い続けちゃうのよ。逆に親御さんみたいなコメントに。レストランとかでも一回気に入ったメニューがあるとそればっか食べちゃう人なの。なるほどなるほど、うん、まあ、だからきっと漫画とかでも気に入った表現とか名称があったらそれ使っちゃうんでしょうね。オラシオンセスって何よ。なんかもはやずっと読み続けてると当たり前のように受け取ってる読者も多分いると思うんですよね、うん、確かね、意味あったんだよ、6つの祈りみたいな、どっかの国の言葉でね、どっかの国の言葉とどっかの国の言葉を掛け合わせてるみたいな感じだったかな。そういうの決めるときっていろんな国の言葉をじゃあ調べてそこからつけていくっていう感じなんですか。そうですね、掛け合わせると結構いい感じになる場合ありますね。英語とドイツ語とか あえて違う国の言葉を。ドイツ語のかっこよさ尋常じゃないですか。かっこいいですよね。なんであんなにかっこいいんだろうと思ってとりあえずリッヒってついてるとめちゃめちゃかっこよく強そうだ。それこそ人来の騎士にいるとか、なんかドイツっぽくない、なんか確かに確かに。ドイツ語で人来の騎士ってやったらむちゃくちゃかっこよくむちゃくちゃかっこよくなりそう。本人を前にして言うことじゃないのかもしれないんですけど、真島先生の現代ものめちゃめちゃ読んでみたいんですよ。いつかやると思いますけどね。でもちょ漫画になるか分かんないですけど、エデンズゼロってありそうでないぐらいのなんかジャンルだなって勝手にすごい思っちゃってるんですけど。いや本当そうなんですよね、うん、そういうところを目指してはいるんですけど。自分とこのチャンネルでも言ったんですけど、トキハミ出てきた瞬間からワシッと浮かんで、あ、あいつは本当面白い設定だなって自分でも思ってるんでね。なかなかね、星の時間食うやつそんないないだろう。なんか星ごとにこう重力とかで時間差が出るとかってあるじゃないですか、はいはい、その SF 的な話で、ね、そういうのも一切こう無視して食っていくっていう恐ろしさが。あのワイズの設定すごい好きです。おじいちゃんワイズもいるし、はいはいはい、若ワイズもいる。 あれっていつか お別れあった方がいいと思います。ええちょっと聞いてみたかっただけなんだけど、お別れあった方が燃えるのかない方がいいのか。そのなんか難しいとこなんですけど、ワイズ一緒にいてよ。ファン的にはそういう心理ですよね。そうです。なんか客観的に言うと、いなくなる時になんかあのエモーショナルな雰囲気が出るところも見てみたい気も。だってあんなに一緒にいたんだよ。ってなっちゃうのは、まあ、そこは難しいですね。難しいところですね。振り回されたいですやっぱり先生には。騎士ってことはこいつ馬に乗る予定があるってことだね今後。予定がある。確かに。あ、馬じゃなくていいんじゃない。確かにね、なんかその馬みたいな何かに乗ってる人ってちょっとかっこいい、ね。そう馬のようなで。馬なんて何でもいいんですよ。馬に見えなくてもいいし。すごい、あの真島先生に言っていただくとすごい、うん、心が楽になる。ふわっとあのタクシーが。あのタクシーが。僕あれですよ、これを馬って言い張ってる人だから。顔ブルブルブルって動くんだけど。あれが馬だし。プルは犬だし、確かにこれも僕犬って言い張ってますからね。これあのすごい、それはずっとお聞きしたかったんですけど、あのプルはなんで犬なんだろうかっていう。ああ、いいとこつきますね。これ僕ね、デビュー前にね、はい、あの新人賞出す時に、はい、当時の編集長がね、うんうん、あの犬好きって聞いて、じゃこれ犬ってことにしよう。これ犬ってことにしとけば編集長の目に留まるかなっていう打算でね。なるほど、戦略で犬だったんですね。そしたらね、これほんとまんまと当時の編集長が、あの犬かわいいね。大成功だったんですね。そうそうそう
そうして生まれたんだ。そうなんですよ。それまで僕このキャラずっと子供の頃から描いてたんですけど、はい、自分で可愛いと思ったことなかったんですよ、プルーを。だけど編集長に可愛いって言われて、あ、このキャラ可愛いんだって初めて思ってですね、そっからちょっと可愛い寄りにこうシフトしてった感じ。やっぱりでもなんか周りからのこういうキャラですねって言われたことに対してそっちに寄っていくってこともあるんですか？そうそうそうですね。ちなみにあのこれも、うん、そう、連続でちょっとあの聞いてしまうんですけど、うん、最初の3巻がプルーだったじゃないですか、表紙があれはどういう意図だったんですか？それは当時の、担当の意図で、とりあえずプルーで売ってこうって最初決まったんだけど、さすがにそれじゃあ良くないんじゃないって誰かが言い出して、あの普通にキャラクターになりました。なかなかないなと思って、マスコットキャラクターを1巻2巻とかの表紙にしてるって珍しいなというか。いや僕は超反対だったんだけど感動してしまって、いろいろな話をなんか聞くたびになんかこんなお邪魔しちゃっていきなりいろいろ聞いちゃった。いや、やばいですよ本当に。いきなりこんな大物が来てくれると思わなかったんで。いや冗談でも言ってみるもんだなっていうことですよね。ありがとうございます。あの真に受けてみるもんだなっていう感じこちらのチャンネルを見てる方からしたらね、誰っていう、ね、いやいや皆さん知ってますよ、それはさすがに。いや本当に知ってると思います。はいはい、では大丈夫ですか？なんかこううちの謎のスタイルになってしまって隠す。いいですよこれ夏目さんちスタイルこれです。別にお前ら今まで書いてたじゃんっていうなんで隠すのみたいな今更隠してもって。1回戦目、はい、こちらです。せーの、ドジン。はい、まず僕が書いてます、はい、こちら灼熱の母さんめっちゃ強そう。強そうなマミーです。これは強い。手にこう炎を携えてるし、さらに体も燃えてるぐらいの感じでね。これも炎のじゃ使い手なんですね、このマミーは。使い手ですね。最初はなんか普通なんだけど、こう主人公が何かこう力に目覚めたら実はお母さんはこんなに強かったみたいな。まあそのまである。じゃあ主人公のお母さんぐらいの設定かな。顔の影の迫力がすごい。じゃあ続け。じゃあさやさん。私これ人雷の騎士なんですけど、いきます。おお、かっこいい。なんか普通に騎士だね。でもバチコーン、ユニコーン、ユニコーン、バチコーン、ユニコーン、なんでユニコーン。時代の騎士って書いてバチコーン、ユニコーンって読んでいただきたい。ああ、はい、ここからルビーってことね。ルビそう、あのこれはあのバチコーン、ユニコーンに乗ってる、はいはい、あの騎士なんです。ああ、なるほど。バチバチユニコーンに乗ってるからバチコーン、ユニコーン。あー、そういうね。そういう人代の雷属性はユニコーンの方だった。あ、そうそうそう、それに乗れる騎士だから、あえてダサくしていく。かっこよすぎたから。なるほどなるほど。はい、どうぞ。僕は奇跡の音。奇跡の音。はい、かっこいいけど何かの奇跡は起きてる気がする。これはですね、はい、奇跡のお父さんって言われてるやつがいるっていうシーンの次のページに出てきてます。またそういうことあの次出会うやつが奇跡のお父さんって言われてるやつっていうなんか振りがあって、はいはいはい、めくったらいろんなやつらをふわ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 浮かべてるめちゃくちゃやべえ超能力持ってるお父さんが出てくるっていう。これ周りに浮いてるやつはさ、ゾンビじゃないんだ。ゾンビじゃなくて、僕時間がなかったんで適当に人間です。これ結婚かと思ったことない。人間です。なるほどなるほど。人間浮かせてるお父さん。お父さんです。きっとあの一人しか実験成功しなかったタイプです、ね。これさ、お父さんとお母さんだけど夫婦じゃないよね。これ夫婦だったらやばいですね。ちょっとどぎつい感じになってる。混同なんだよ、ね。混迷を極めてるんですが。マチコンユニコーンも入れてあげてよ。この夫婦間にさ。じゃあ娘で。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 あ、確かに。確かにすげえとこから生まれた。いや、1回戦目ありがとうございます。ありがとうございます。こんな調子でふざけたキャラがどんどん生まれていく予定です。楽しみ。はい。もっとなんかきつい来てほしいね。ではでは、じゃあ行きましょう。行きましょう。ででん、出た。タイマシ。うわ、これは。何タイマシって。わ、何なんですかね。分かんない。ちょっと変なトラップに引っかかる女性のことしか出てこないんだけど。タイマシ。そういうことではないのかな。屈しない人たち。なんかエクソシストみたいな感じなんですかね。じゃあ私も失礼いたします。で、あ、天使。あらあら。ここのワードはなんか。優しいワードじゃない。ね、れれ、じゃあ僕も行きます。せーの。ゴリラ。いきなり野生的です。タイマシ天使ゴリラ。どうなってるんですか。じゃあ上行きましょうか。じゃあ就職後、これ面白いの来てほしいね。うわー、来ちゃった。これ史上最低のこれも絶対屈しない人やんな。史上最低のタイマシ、うん、絶対屈しない感じになるよこれ。シャシャン。
じゃじゃ、人類最強の天使。史上最低と最強が来ましたね。でも天使なのに人類なんだ。なんかちょっとややこしい設定がありそうだね。ややこしい、確かに。じゃあ最後僕、ゴリラだって何ついてもゴリラだもん。ゴリラだ。じゃあいきます。はい、せーの。忘却のゴリラ。どういうことだよ。忘却のゴリラ。これは何かを忘れてるゴリラなのか、ゴリラであることを忘れてるゴリラなのか。ね、どっちか、どっちなんでしょうかね。これはなかなか2回戦目ちょっと。ちょっとね、すごいことになりそうだね。そうですね、これは。じゃあいきますか。いきましょう。また15分で。じゃあいきます。よーい、スタート。一時期なんかイケメンゴリラをさ、はいはい、追っかけする女子たち流行ったよね。ゴリラ女子。そうなったっけ？え、なんか別の次元で生きてる。違う。ただユニバースまたいでない。どういうこと？あのガチ目のさ、カメラにガチ目のレンズつけて、かっこいいゴリラの写真を撮りに行く女子たち。イケメンとされるゴリラをよりイケメンに撮るためにゴリラの追っかけをするゴリラファンの女子たち。この文章なんか何回ゴリラっつったの？略して何？ゴリジョ？ゴリジョ。ゴリジョ。理系上みたいな。なんかいつぞやのネットで見て世界は広いなって思いました。ゴリラに対する解像度が低すぎてさ、そこが今ちょっと肝になってます。やっぱ絵は資料を見て描くべきだっていうことをここで伝えて、やっぱ連載中とかもかなり資料とかたくさん、あ、見るやつは見ますよ、やっぱ描けないやつは。基本的には僕も何でも生きるタイプなんで、はい、ね、これは馬であるとかこれは犬であるみたいな感じででも漫画ってそこが良さでもありますもんね。そうそう、やっぱね、作者さんの世界っていうか、特にファンタジーだとね、逆に現代物で犬ですって言ってそのプルーが出てくるシーンも見てみたい。確かにね、ショップに行ったらプルーが並んでるみたいなシーン。あなたが落としたのはこのスマホですか、それともこちらのスマホですか。どんなシーン書いてんね。最低を表現するのは難しいんだよね。人のカレーの肉だけ食べちゃうとか。最低だな。それ兄弟間でやったらもう永遠に戦争する。そうだよ。しかも久しぶりにお母さんが豚肉じゃなくて牛肉入れた時とかだったら最低だな、それ。許せない。何、実体験それ。真島先生のチャンネルですよこちら。全然もう普段のお二人の家系が見れてすげえ楽しいです。めっちゃ楽しい。もう漫画のさ、構成されたさ、脚本があるもののように見えるんだけど、実際こうやって一緒に撮影してみると素なんだってねえ、わかるんですよ。すいません、なんか やかましくて。そうなんです。いや楽しい楽しい。我々別のビジネス夫婦なんです。やめろやめろやめろ。人んちでそういうこと言うと回収できないでしょそれ。挽回できないのよその嘘が。みんなそうなんだって思ったまま帰っちゃうから。僕も本当正直最初そう思ってたんですよ。だってそんな夫婦で絵描くなんてことあるみたいな。ねえ、そんな楽しい夫婦いるみたいな感じですけど、楽しくやらせていただいてます。羨ましい。おかげさまで結婚も今7年目かな。7年目なのかな。何年間ビジネスやってたら本物ですよね。もうね、それは本物です。いっそ人類最強。うわ、最強感出ちゃったかも。大丈夫、自分でハードル上げちゃった今。大丈夫だよこれ、孫をことなく最強だから。これ、うん、現代においてはスタバのカードぐらい最強。スタバのカードの立ち位置分かんないね。田舎のカード、田舎者だから我々。あ、そっか、下さんはそうだよね。誰と言ってるの。誰よその男。よし、できた。生夏目さんちや。夏目さんちの夏目って何。夏目っていうのが実は多分皆さん聞いても全く分かんないと思うんですけど、全く分からないんです。本名のいろいろなものを組み合わせて、うん、なるほど。しかもでもそれが組み合わさってないんですよ。なんか本名を組み合わせたつもりが読み方が全然違うので当てることが不可能な変名みたいな。本来なんか2人で共作で、当時漫画を作ろうっていう、はいはいはい、原作作画で分かれてやろうみたいなことを思ってた時期があったんですけど、その時のペンネームをじゃあ作んなきゃねっていう流れになって、お互いの名前からこう一文字ずつ取ってペンネームを作ってみたら全く意味わからん読み方をしてしまったっていう、うん、でも知らない人聞くとなんか名字っぽく聞こえますよね。そうなんですよね。だからもうなんか都合がいいのでそのまま夏目って言ってます、うんうん、夏目玄と夏目さやです、はい、全然本名じゃない、誰々くんちとか誰々さんち行ってくるねみたいな、そういう気軽さになったらいいなっていう後付けの気持ちもあります。はい、終わった。ということで15分終わりましたが、はい、2回戦目、せーの、ドン。おお、うわ、すげえ、ゴリラすげえ。ゴリラやべえ。じゃあいつか僕からちょっとじゃあ、はいはい、こちらですね、忘却のゴリラ。ゴリラであること忘れちゃった。何を忘却してるのか。ね、俺らゴリラではない、断じて違う。うわ、強そう。でもお前ゴリラやん。うん、かっこいい。これ一体どういうシチュエーションなんだろうと思いながら自分で書いてたんですけど。確かに。まあでも忘れてはいますね、うん。間違いなく忘れてる。なんかちょっと知恵がついちゃった感じが。忘れられないぐらいの感じ。ちょっとなんか
切ないなんか物語が、うん、ありそうですね。人の子に恋してしまった。はい、ありがとうございます。いや、さやさんじゃお願いします。はい、じゃあ私、こちら、人類最強の天使です。うわ、それっぽい。これ、世界一で Wi-Fi を吸ってます。なるほど。吸ってて。Wi-Fi を吸って。あ、そうそう。Wi-Fi を吸ってで、いろんな人のスマホをもう手に、これ、個人情報の塊をいっぱい手に入れてる。最強。史上最低じゃないこれ。そっちは最低っぽいね。これ最低じゃない、個人情報を抜き取りまくってる天使。もうすごい個人情報抜き取りまくってるし、Wi-Fi は吸いまくってる、うん。でもその発想がすごいね、やっぱね。対戦を盗む、対戦泥棒じゃん、これ。いやもう、今この令和の時代において最強だと思う。情報は最強ですからね。そうね、はい、確かに。あ、やべえ、落ちにすんじゃなかった、俺自分のやつ。いやいやいや、すごい。なんかすごい迫力が。史上最低のタイマシ、はい、こちらです。これね、よくわからん自分でも。これ何してるかっていうと、特に悪いことしてないモンスターを全部こう対魔していくの。最低だ。のんびりこう生活してるだけのモンスターたちを、もうお前帰れっつってこう対魔していって歩いてる。で報酬をもらってる1000円。自分でなんかもう言われのないこうなんか仕事を勝手に作って。そうそうそう。悪いことしてないモンスターを全部こう浄化していくやつ。悪い。早く主人公にぶん殴ってほしい。まあこれ多分あれ序盤の敵だね。ビジュアル化してもう結構序盤の敵。主人公の強さを引き出すためのキャラみたいな感じかな。こんな可愛い生き物たちがだってシュワーって後ろで消えてって。そうそう、こいつが歩くだけでもうどんどん消えてっちゃうみたいな。結構強いですね。確かに序盤にしては強いか。まあそれ少年誌鉄板の作り方ですよね。もうフェアリーテールの第1話が大好きで。あ、ありがとうございます。まさにそのね、そんなんだったね。展開から覗いてさ、スマホ奪い取るさ、うん、天使とかだって。そう、まあ、なんで展開から覗いてんのじゃんって思うの、うん、そこが人間の弱点なところで気づいたんだ。すごい発想力だよね。でもあれですか、漫画描くときは原作ですか。あ、どっちかっていうと作画です。え、逆だから、どっちかっていうと構成とか脚本の形を僕が決めて、はい、会話とかをさやが詰めていくみたいなやり方で今はやってますね。見事、はい、で原作作画やるんですよね。喧嘩にならないように気をつけてください。あ、もうバチクソやってますよ。バチクソ喧嘩してますね。バチクソやってます。じゃないといいもん作れないんでね。はい、じゃあ3回戦目。おー、ラスト。ラストちょっと思考変えようかなと、はいはい、こちらも、はい、お互いこう書いた書くじゃないですか、はい、そのワードは発表しません、うんうん、ワードは発表せずに、うん、相手にその2つ名をつけてもらおうかなと。というこれ見てる方も、ね、一緒にね、はい、こいつどんな2つなんだろうって考えてもらいながらできたら楽しいんじゃないかなと。じゃあこれもう2枚引いちゃっていいですよね、はい、見ないんだからね。そうですね、はい、どんどん引いちゃいます。ドドン。ほー、すごい。えや、やばくね。やばいの出ちゃったんだけど。え、待って、難しいのが来ちゃった。超むずいんだけどこれ。なるほどね。では最終戦も15分、はい、スタート。でもちょっとなんかちょっとエデンズゼロの世界観に出てきてくれたら。水着界ですか。違います。エデンズゼロ何だと思ってるんだ。水着界めっちゃ好きです。水着界と温泉界多いですから。え、もう大好き。少年誌の鉄板といえば鉄板ですよね。戦いがこう一回終わってこう人段落してこうキャラクター同士が仲良くわちゃわちゃしてくれてるのがもう超好きなんですよ。わかります、それ。そう、なんかここを読むために今までこういった人たちは頑張ってたんだっていう感じが報われるというか、決戦前の宴ってやっぱりいい。そう、それもいいっすね。決戦前の宴もいい。お前らそんなに飲んだら大丈夫か決戦って思うけど、でもいいです、うん、だからこそエデンズゼロ176話が輝く。永遠に言ってる、それ。永遠に言ってる。ちなみにお聞きしたいんですけど、うん、あの作品ではなくチャンネル選考で来る方っていらっしゃるんですか、うん、たまにその DM とかで。ああ、そうなんですね。いや、僕漫画家なんですけどつって、はいはい、たまにいるんですよ。もうでもそれぐらいこう新規の方にどんどん届くようになってるんですよ、ね、いやいやいや、最初10万人目標ってやってて、はいはい、僕10万人あっという間に突破しちゃったんで、若干今ねそんなに制作に真剣にやってないとこあるんですけど、はいはい、あ、ちなみにね、夏目さんち100万人突破しました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい、もう嬉しいです。僕もあの結構昔から見てたんで。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そもそも僕夏目さんちの動画結構昔から見てて、はいはい、してたんで。僕あれ好きだったね、あの変なとこに書くシリーズ、いろんなものを。ああ、はい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 、いろんなカスタマイズシリーズ。そうそうそう、よく書くね、いろんなところに。あ、でもなんか真島先生のカスタマイズとか見てみたいかも。ああ、見てみたい。
パグっていいすか。いやもう全然、いやうちも全然オリジナルとかじゃないんで、やっぱ海外の方とかで結構いろんなとこに書いてる人がもっといるんで。ああ、そうなんですね。全然見たいですね。真島先生はもう絶対もう原稿的にはアナログに戻るということはもう、いやもう考えられないですね。もう一回やっぱ楽覚えちゃうと、だからもう全てフルデジタルって。フルデジタルです。ネームだけアナログなんですよ。なんか文字書くのがデジタルだと若干気持ち悪くて、文字だけはアナログで書いてますね。ああ、僕たちも今ね、原稿をどうしようかをずっと迷ってて、うん、どっちでやろうかって。そうなんですよ。効率考えたらデジタル一択ですね。そう、ずっとクリスタリー苦手意識がありすぎて、はい、全然触ってこなかったんですよ。一応持ってはいるんですけど、ちょっと学んでやってみようかなって思いながら、うん、心がすぐ折れるみたいな。ただ真島先生が出された動画で、クリスタで漫画を描く方法を挙げられてたじゃないですか。あ、しょうもない初心者向けですよ、あんなの。いや違うんですよ。あれで、先生がこの惑星を引いて、はいはいはい、こうしてこうするとこう間に日本線が引かれるからコマができるっていう、あの説明を聞いて、うん、こんなことができるのかなって。でも現代の人とは思えないことを言い出すんですよ。そのレベルでクリスタを見てなかったので。なるほど。惑星引いてるのですっごい感動しちゃって。アナログでやるんだったら、その惑星描く作業でもだいぶ時間取られますよ。デジタルの方がもう本当に自分の時間を作るとかいう意味でも早い。いや、それ一つですごく思いました、うん、その惑星のことで。でもっと多分差が出てくるのがベタとか消しゴムとか。ああ、私消しゴムいらないですもん。そもそもないですよ。真島先生のチャンネルでこんな真っ直ぐな少年漫画を描かれているチャンネルで描く絵ではない。全然うち汚いですよ。汚いですよとかないじゃないですか。うち汚いチャンネルですよ。全然クリーンなチャンネルじゃないですよ。そんなホーム部がうるさいぐらい。一番怖いところ。はい、はい、では、はい、最終戦どんな風になったのか、まずは絵だけ、はい、絵だけ、せーの、ドン。うわ、え、うわ、え、それはシス、もしやシスターでは。じゃあ一人ずつちょっと二つのを当てて、まずじゃあごめんなさい、僕のからいきますかね。わかるわけないな。何これ、何かっこいいんだけど芸術的すぎて。どう表現していいか分かんなかったんですよ。うん、あ、じゃあね、混沌の花。あー、かっこいい。ちょっと嬉しい。じゃあ、さやが僕。あ、そうね、うんうん。どうしようかな。何これ。いや、ほんとそうなのよ。これ、今もまた魔の水族館しか全然来ない。魔の水族館ね。おー。いや、で、これいいですか、じゃあ正解、はいはい。お願いします。これ、正解が。5次元悪魔。うわすごい難しくて。これ難しかったんです。5次元ってなんだろう。5次元って何。確かに。ずっとちょっとやっぱ SF がすぎる感じになってしまって。5次元ね。ありがとうございます。じゃあ私、はい、じゃあ次失礼いたします。はい、じゃん。あら、でもちょっと不思議だね。確かにこれどうなってるんだ。顔がなんか面白い感じになってる。なんだろう。なんかプリプリしてるよね。じゃあいいですか、いいですか。あ、そうです、はい、じゃあいきますよ。僕が思うには、はい、きらめきの女妖怪。あ、六六首じゃないよね。でもいや、なんかそう見える。でここ首元にちょっとヒントがあるんですけど、はいはいはい、いや、これは地獄のかぐや姫。うわあ、いいですね。はい、かぐや姫感あるなと思ってちょっと思ったんですけど。確かにね、はい、正解はこちらです。渓谷のミミズ。じゃあ国を脅かすミミズってこと。なるほどなるほど。それが美しいミミズ。めちゃくちゃ難しいこと。確かに。だからミミズなんかここ首元になんか白いのあるじゃない。はい、あ、それね。首なのかあれは。あれなんなの。めちゃくちゃ難しいの来たね。渓谷のミミズって何。めっちゃちょっと難しいの来てるけど。これでも逆に簡単じゃないかな。どうやって。いやでももうそれは。こちら。みんな見たいよね。ね。はい、もう漫画のワンシーン。でもちゃんとこれお題通りに書いてます。はい、これ何でしょう。いや、絶対シスターなんだよな、これ。シスターなんだよな。え、じゃあいいですか。はい。もうちょっと直感でいっちゃいますか。はい。失速のシスター。おー。おー。なるほどね。瞬速でもいいかも。うんうん。瞬速の女王様とか。あー。確かに確かに。いや、なんかシスターっていうとなんか。シスター。こういう。こういう。そっちね。そっちの方ね。女王様の方の。あ、じゃあいいですか、答え。はい。実はですね。神速のシスターということで、現在大当たりでございます。やった。神速だったんで、でもほぼほぼ正解だね。80点ぐらい。いや、シスターっつったらこのキャラ描いちゃいますよ。いや、これはなんか真島先生が引いてよかったお題を。ね、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらがなんか不意打ちを食らってしまって、ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。生シスターです。生走りシスター。生シスター。なかなかこんなシーンないです。まあ、こんな走ってないですからね。こんな真剣な顔で走らないですね。確かに確かに。い
やー楽しかったです。ありがとうございました。なんかねあっという間でしたね、はい、あっという間でした。ちょっと緊張ばっかりでしたが、はい、またぜひね今後もまたコラボやりたいなと思ってますので、ぜひぜひ。これ社交辞令じゃないですよこれ。もうあのまたぜひお時間の時に、はいはい、お願いします。間に受けちゃうんで、はいはい、いや本当ありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。この辺にしておきましょう。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあねバイバイ。バイバイ。お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。